で、私 VTA さ、なんか歌とダンスと演技のレッスンがあるっていうのは、まあ、ホームページにも書いてたし知ってたんだけど、なんか個別レッスンだとどっか勝手に思っちゃってて、まさか顔合わせるわけないだろうみたいな、まさかデビューするかどうかもわかんねえ人たちと顔合わせることないだろうって思って応募して、無事受かって、顔合わせですって言われて、顔合わせ話変わってきたぞってなって、おっとあーなるほどねーってなって、でまあみんなご存知の通り VTA 生ってみんな歌うまいんだよね。うん、まあ私元一期生のことしかわかんないけど、うまいんだよみんな。しかもなんか音楽について詳しいんだよね、なんかみんな。でも私は音楽的なこと一切やったことないし、なんなら人前で歌うのがって言ってた人間だから、マジゲロ吐きそうだぐらい嫌だったの、歌う授業が先生好きだし、元 VT 期生のみんなのことももちろん、なんだ、一緒に頑張ってる仲間として嫌いじゃなかったし、でうーふーふーみたいな、なんか思ってたと違う、みんな歌うめえし、なんか先生が言ったことすぐ理解できてるし、ハモリとかなんかよくわかんねえし、ビブラートってなんだよ、なんだよそれっていうのがまあだいぶ続いたわけまあそうそうそう、でなんかやっぱなんだろうな、その最初声すら出なかったもんな。